新しい朝がスタート。こんばんは。この動画は突如お互いに異性悲鳴が上がる可能性がございます。ご近所迷惑にならないよう音量を下げてお楽しみください。皆さん、おっとめー、南を羽ばたき市に連れてって第5回目。このプレイは攻略対象の男子全員をものにして、ライバル女子全員からライバル宣言され、それを解除した後、葉月圭君から告白してもらおうというのが目標となっています。セーブデータ画面に水吉も現れて、仲いい子も増えてきましたね。さあ、この嬉しさをバネに頑張っていきましょうかね。で、前回は文化祭が終わったところで終了していたので、今日はですね、そう、アルバイトを始めますよ。バイトを申し込む。はい、アルカードです。アルバイト募集の広告を見て電話したんですけど。じゃあ毎週火曜日と木曜日に働きに来てもらえるかな。はい、よろしくお願いします。では次回から来てください。じゃあよろしく頼むよ。店長、ちょっとイケボじゃない？イケメンの予感がする。こうして火曜日と木曜日、アルバイトが決まったわけですね。これね、このマーク、アルバイト。ちょっとね、お金も貯めていかないといけないんだわ。んーで、今週は軒並み普通だな。ちょっとね、勉強も上げていかないといけないんだけど、魅力と気配りが低いので、魅力と気配りも上げていきたいんだな。とりあえずちょっと一番低い魅力を上げましょうか。あ、鈴鹿くんだ。葉月くんと本当合わないね。ん？なんだ、お前か。ちょっとテンション低いんじゃない？今帰りなの？よかったら一緒に帰らない？ああ、いいけど。こんな美少女と一緒に帰れるのよ。うん、行こう。見てろ、今にメロメロに惚れさせたるからな。鈴鹿くんと一緒に楽しく下校した。お、今日から新しく入りました藤井みなみです。というわけでアルバイトだね。君には毎週火曜と木曜に入ってもらうから、はい、よろしく頼むよ。やっぱり店長はイケメンな気がする。じゃあ早速で悪いけど、隣の撮影所にコーヒー届けてくれる？バイト初日からこんな、撮影所にコーヒー届けに行かせられる。A スタジオは、あそこだ。お待たせしました。ご注文の品をお届けに参りました。お前、あれ、葉月くん、どうして？どうしてって、仕事で。葉月くん、あ、もしかして雑誌の撮影とか？まあそんなとこ。お前はバイト？うん、これからも喫茶アルカードをごひいきに。うん、まあ頑張れ。これでね、ちょこちょこ葉月くんとイベントが起きるんでね。よし、ちょっとまだお洋服がないのでデートに誘うのはちょっとな。ほんとこのカツカツの、ギリギリのカツカツなんでね。さーて、そうそう、星座占いをね、ちゃんとチェック。運動か、運動、まあ運動あげてもいいんだけど。うん、はい、そうね、運動あげるぐらいだったら他のあげた方が良さそうなんだよな。でもまあ運動あげときますか。やっぱ調子がいいやつをあげた方がいいんだろうな。で、魅力もあげよう。お？みなみちゃん、今から帰んの？これは…うん、ケジョー君も今帰りなの？帰りっていうか、楽しい下校デートの始まりやろ。やだ、とうとう私ったら下校デートに誘われるくらい可愛くなっちゃったのね。よし、これはね、ちょっとこう、一緒に帰ろうにするべきか、じゃあお茶して帰ろうようにするべきか。いやでもな、じゃあお茶して帰ろうよ。いや、早い行こうや。そうしましょう。
ね、喫茶店に行くと、こんな感じで、男の子と、サシでね、飲むことができる。ん？何や？で、こうやって、好きなスポーツのこととか、食べ物の好みとか、テレビ番組とか、いろいろ聞くことができるんですね。で、会話も、聞いていくと他の会話、どんどん話題が広がったりとかするので、こう何回も何回も、下校デートできると。知らなかった事実みたいなのをね、知ることができるんだ。よし、じゃあ今回は、食べ物の好み。やっぱね、男心をつかむには、胃袋からだよ。好みっちゅうか、毎日の食事の準備が面倒やな。ケジョウくん、一人暮らしだっけ？いつも自分で作ってるの？ああ、だいたいな。けど、たまには女の子の手料理もええかな、なんて。アピールされてるのにスルー。さすが主人公力。さあ、もうすぐテストです。明日はフリマに行くから、そうだな、ね、本当12月の期末考査はいい点数取りたいよね。ねえ、どうしよう、何あげようかな。軒並み運動パラ以外が。いや、しかしな、どうせ普通なんだったら勉強あげといた方がいいからね。よし。で、ゴロのおしゃれコラム。 V ネックのカットソー、流行色はブルー、ピンプローチ。何も持ってない。ブルーを持ってないんだよ、そもそも。いや、これがブルーなのか。水色ではなく。これぐらいしか着られないよね。11月だと寒いって言われると思うけど、まあまあまあ、流行色入れとけば多少はね。で、フリマだよ。ラッチャイラッチャイゴー。さあ、コスプレ衣装ばっかりは勘弁してね。おー、カーディガン。ね、どの男子ともそのうちデートはしなきゃいけないので、服は持っとこう。服は持っとこう。何これ、クマの着ぐるみ。誰が着るんや。グロッサーフルス。誰が持ってくんや。あんなに目ぼしいものはなかったな。まあでもしょうがない、お店を出ます。ありがとうございました。また来てね。いい買い物したかも。まあこれで多少はね。でもな、これだとな、保温値がそんなに上がらないと思うんだな。薄手のカーディガンでしょ。で、サマーニット。サマーニットばっかり持っててどうするんだという気がしなくもないけど、エレガント。あ、これだとトップス着れないの？これね、組み合わせで重ね着すんのはあれなんだよな。やっぱりね。あれ、薄手のカーディガンってエレガントじゃなかったっけ。服の属性値覚えづらいぜ。あ、でもダメだね、これじゃあトップスあまりにも薄いので寒いって言われてしまう。まあ、とりあえず勉強しよう。何はなくとも、1年目はね、パラ揚げを大事にしていきたい。お、で、友情を上げやすくなってるから、ここはね、アリリンと勉強。ありがとう、アリリン。そして、もうすぐテストだよ。このテストで全員に、お前頭ええやんけって思われたい。惜しい感じ。レーダー90以上あればとりあえずはいい感じだはずだから、今週も、お、なんかメール来て。雑貨屋。すまんな、アルバイトはもうしてるんだわ。で、うん、そうだね、流行だね。流行、雑誌読むか。いやでも雑誌読むんだったらね、友達と遊んだ方がいいんだ。そうすると、なっちゃんかな。お、
そうだ、鈴鹿くんのお誕生日、プレゼント買いに行きますよ。で、鈴鹿くんのお誕生日、サプリメントセット、スポーツタオル、少女漫画、乙女番長16歳。これね、地味にこの乙女番長16歳ってどんな漫画なのかちょっと読んでみたい。そうだな、悩ましいところではあるが、あれどれだっけ、これかな。普段はね、あの男子をなるべく出さないようにしないといけないっていうようなぐらいのゲームだからね。ん、藤井、なんか用か。普通すぎたかな。くれんのか。じゃあもらっとくわ。はい、開けてみて。お、いいじゃんこれ。早速使わせてもらうぜ。ありがとな。よかった、喜んでくれたみたい。大当たりではなかったっぽいかな。あ、あそこで歩きながら本読んでるの森村くんだ。一緒に帰ろうと誘う。あ、藤井さん、これですか。ただの参考書ですよ。森村くん、一緒に帰ろう。え、僕とですか。別に構いませんが。テスト勉強の山教えてや。そろそろ期末試験だね。森村くんは準備進んでる。僕はいつも通りです。特別なことはしてませんよ。頭のいい人はそう言うんです。そう言ってる割には余裕があるみたいだよ。すごいなあ森村くん。まあでも頭のいい人っていうのは本当にね、日頃から普通に努力してるからね、みんなね。で、その努力を別に頑張ってないよって言えちゃうのがすごい。おーし、でテストが始まる。ストレスがマッハだけれども、今日もう一回、そうね、流行あげとこうね。期末試験来た。なんとかここで男の子たちの好感度をアップアップ大作戦、もうバッチリ。お、あれ鈴鹿くん何してんの。ほっほっほっ、スチールイベントですわ。あ、バスケットシューズ。わかった、体育館に練習に行くんでしょう。わ、バカでけえ声で言うなよ、先生に見つかっちまうだろ。あ、ごめん、でもまだテスト中だよ。だからこっそりな。何日も部活休んでたら体なまっちまうから。でもテスト大丈夫なの。関係ねえよ、今さら一夜漬けしてどうにかなる成績でもねえし。それじゃあなおさら少しでもやっておいた方が。うるせえな、お前に説教される筋合いねえよ。やべ、じゃな。とまあこんな感じでね、幅学はテスト期間中は部活禁止なので。いい出来ね。お、やっと今日のテストが終わった。あれ、何あの人だかり。また起きたわ、スチールイベント。そこは教科書64ページの第三公式を応用して。左の彼はどこを見てるの。問6ですか。僕は B にしました。はい。森村くん、何やってるの。あ、藤井さん、みんなで今日のテストの答え合わせをしているんです。森村くんってほんと可愛い顔してるよね。はい、顔好き。森村、ここの答えは。そして右の彼はちょっと鈴鹿くんに似てるね。あ、はいはい、問7ですね。これは、え、あれ、そうでしたか。親切なんだね、森村くん。いえ、そんな。笑った顔かわいい。テストが終わった後の不安な気持ちって誰もが同じですから、それだけです。やっぱり森村くんってすごいや。
芸術のテストいい出来。まあこんなもんかな。やっぱ技術過程がちょっと、やっぱあれだな、気配りパラが低いからだな。気配り上げてかないと。だだだだだだ。鈴鹿くんは確かに一夜漬けでどうにかなる成績ではなかった。ああ、29位。結構頑張ったんでないの？おー、葉月くんと森村くんのワンツー。しかし見てろよ。今にその順位ひっくり返してやるぜ。いい成績。やったー、いい成績だぞー。意外と成績いいんだな。意外とって。今回はね。でも、やっぱり葉月くんにはかなわないかな。そうなのか。よーし、この調子で頑張るぞ。次は3月だね。テスト。その前にね、どんどんパラ上げていくから、見てろよ。これでまたちょっと男の子たちとか、みんなのね、好感度が上がるんでね。で、ちょっとお休み。パラメーターは本当に重要なのでね、ときメモにおいてパラメーターは、もう何よりも大事。流行、芸術、気配り、魅力。今日はちょっと水吉かな。全員とね、仲良くして。羽ばたきニュース、ブティックジェス、12月23日大バーゲン、全品 35% オフ。そう、本来ならここで晴れ着を買ったりしたいんだけれども、リッチ度が71しかないので無理というわけで、ジェスに行くには行くんですが、お洋服をね、ちょっと調達するぐらいしかできないかな。あとはお年玉もらったらかな。よし、じゃあまず今日は、何はなくとも。お、魅力が上げられる。いやー、せっかくのチャンスだったのに。まあしょうがない。ブティックジェスに行きまーす。お洋服をね、買おうね。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。いや、相変わらず高校生が入ると思えないお店だよね。かわいい猫ちゃんだよ、超かわいくない。赤い本欲しいな。全然お金が足りないけど、 35% オフっていうのがもはや信じられない。あー、かわいいなこれ。でも今日はパーティードレス買わなきゃいけないんですよね。んー、こっちの方がさ、パーティードレスっぽいよね。でもこのパーティースーツを買うかな。白、黒、白、白にしよう。あとは、うわあ、私ね、この辺にいたスカート持ってるよ。他に目星いものは、どうしようかな。でもな、ちょっと今日はいいかな。もうお金もないしね。トップスとかコートとかが欲しいんだけど、いやもう今日この辺で。ありがとうございました。うん、いい買い物したかも。お金ができればね、そのうちたくさん買い物に来よう。みなみ、あ、藤井さん、有沢さん、どうしたの？私はこれから予備校に。ダメ。なんかこの子青い顔してフラフラ歩いてるからさ、家まで送ってあげようと思って。なっちん優しい。私は平気だって言ってるんだけど、夏美が無理やり。この二人結構仲がいいの。幼馴染かなんかな。あんたさ、そういうとこ可愛くないよ。言われなくても私、自分が可愛くないことくらい分かってるから。下の名前で呼び合ってるのがちょっとこう、またそうやってすぐいいなって感じちゃう。だいたいあんたは勉強のしすぎだからすぐフラフラするの。今日は帰って休んだ方がいいってね。えみなみ、そうかも。ほら見ろ、人の親切は素直に受け取らなきゃ。親切かおせっかいかは受ける側が決めることだと思うけど。はははは、はいはい、そうですか。じゃあ私この子家まで送ってくから。じゃあね。なっちゃん優しい。正反対の二人だけど結構仲いいみたい。今日は羽ばたき学園理事長の自宅で開かれるクリスマスパーティーにお呼ばれしてるんだっけ。
パーティーでプレゼント交換会があるって言ってたっけ。早速買いに行かなくちゃ。というわけでですね、クリスマスプレゼントを買いに来たよ。1リッチ。お金がないからね。1リッチですな。で、子猫のカレンダーを買います。さて、プレゼントも買ったし、一度家に帰って着替えよう。クリスマスパーティーには何を着ようかな。で、これ買ったパーティースーツを着ますね。着替え終了。準備 OK。 クリスマスパーティーに出発。クリパですわ。紳士淑女の皆さん、本日はようこそこの天の橋邸。イケボの理事長、どうか皆さん今夜はゆったりとおくつろぎください。はい。お、見て、右端の二人、これチューしようとしてんじゃないの。ちょっと、学校行事でチューはダメだよ。チューはなんて腹にちなの。そして心、メリークリスマス。メリークリスマス。藤井さん、あなたも来てたの。アリリン、体調良くなったんですね。あ、有沢さん、はい、来なきゃ損ねん。アリリン、優しい声で いわね、その服。クリスマス満喫してますって、そんな感じ。本当？ありがとう、有沢さんに褒められちゃった。プレゼント交換会が始まるみたい。誰のプレゼントが回ってくるんだろう。おほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。ありがとう。メリークリスマス。メリークリー。プレゼントなんだろう。開けてみよっと。アイマスク。これはもしかして、ハズキくん。ハズキくん超かっこよくない？それ、私が交換会に出したやつ。あ、それ、俺の。ほほほほ、え、ほんと？これ、欲しかったやつだ。ラッキー。喜んでくれてかわいい。これでまた葉月くんの好感度アップアップですわ。こうして2002年のクリスマスイブが終わった。2002年、18年前。休みが開始したわけですね。お正月ぐらいまでは今回プレイしたいかな。で、ニュース、12星座占いチェック、魅力を上げていきますか。パラメーターをね、しっかり上げていかないといけないからね。葉月くんは全パラメーター重視するから。そうだ、葉月くんデートに誘いますね。はい。藤井みなみだけど、で、どこに誘うか。ここで服買いに行って、12だな。どこに誘うかな。臨海、いや違うな。月、動物園、いや、1月12日に植物園に行かない？構わない。じゃあ1月12日に公園入り口で待ってるね。私、運動音痴だから、スキーとかスケートとかね、ゲームであろうと誘うのにちょっと躊躇してしまうんだな。よし、今年も終わり、2002年が終わって2003年になるわけですね。さて、勉強パラあげたいけど、魅力かな。お、にゃ。あ、さあ、今日から新しい一年の始まり。姉ちゃん、姉ちゃん、入ってもいいか。どうぞ。もう入ってるってば。どうしたの。届いてるぞ、年賀状。お、ほら。サンキュー。なあなあ、届いたの、ね、男からか。これは、有効度高い子から送られてくる。さてと、誰からかな。あ、藤井さんから。これは水木さん、ゴージャス。有沢さんからだ。やっぱりお正月も勉強してるのかな。お、日室先生、なんかお小言が書いてある。正月だからといって餅など食べ過ぎぬよ。ぬぬぬぬぬ。新年の抱負は諸子貫徹。
氷室先生は相変わらずですね。この氷室先生のね、直筆の字がいいね。これは鈴鹿くんだ。騎乗くんからだ。手作りかな。凝ってるな。これは三原くん、遠くから見ても絶対間違わない。すごい。これは森村くんの。ほのぼの。あ、葉月くんからだ。かっこいいデザイン。これ全員来た？あ、葉月だ。おー、葉月くん。葉月くん、どうしたの？初詣、行かないか。嘘だろ。うん、もちろん。行くから、支度して待ってろ。やったー。うん、わかった。じゃあ、待ってるね。何着ていこう。手晴れ着はない。困ったぞ。そしてあったかい服もないんだわ。いや、今日はね、お洋服ジャッジはないから、まあ多少あったかそうなこの格好で行く。はずきくん、準備できたか？迎えに来てくれてありがとう。できました。うん、明けましておめでとう。おめでとう。じゃあ、行くか。行こう。ていうか、両親もこんなイケメンが新年早々家に来たらびっくりしちゃうんじゃない？いやー、まさか葉月くんと来れるとは。わー、すごい人、びっくりだね。ああ、なかなか前に進めそうにないよ。いつか着くだろう。葉月くん、マイペースだな。さて、何をお願いしようかな。ここはね、恋愛成就。相手はやっぱり、葉月くん。葉月くんともっと仲良くなれますように。その願い、叶えて死んぜよ。あれ？今叶いそうな気がした。あ、おみくじがある。どうしようかな。引いてみようよ。ドキドキするな。どれどれ、私の今年の運勢は今日。お正月から今日、気をつけよう。ねえ、葉月くん、何が出たの？すごい。どうした？ううん、こっちのこと。なんだそれ。無欲の勝利ってこと？まあ、私お正月から煩悩丸出しだったもんね。お参りも終わったし、今年もきっといい一年になるね。さあって、もうちょっとこう、新年の抱負とか。ない。そうですか。これから新しい一年が始まるんだな。と、まあ、これでお正月終わりですね。次回は、あ、メール来てる。いや、あ、たまちゃん。たまちゃんからは年賀状来てなかったからね、お年賀メール来てますね。で、ファーストフードの接客。じゃあ、次回は、葉月くんとのデートが控えているので、暖かい上着なんかを買いに行こうかな。ショッピングするところからのスタートになりますね。よし、頑張ろう。ではまた。